暑くなってきました。そこで100円ショップのウェットタオルで濡れマスクを作ってみました。100円ショップには何種類かありましたが、オレンジ色の細長いタイプを選んでみました。これを半分に折ってハサミで切ります。切ったところは縫わなくてもほとんどほつれませんでした。これで2枚取れます。そのうちの1枚を水で濡らし固く絞ります。濡らしたタオルとストッキングで作った輪ゴムを用意します。輪ゴムを手首に入れ、タオルを三つ折りにします。手も台も清潔にして作業してください。輪ゴムを両端に入れたら三つ折りにします。これでマスクの出来上がりです。折った方が顔に当たるようにしてゴムを耳にかけるだけでマスクの出来上がり。鏡を見ながら形を整えてください。これだけで十分ひんやり涼しいです。ここに風が当たると気化熱でより涼しく感じます。マスクが乾いてきたり運動して済んだら外して元のタオルに戻して洗って使いましょう。2枚ありますので手洗いのついでに付け替えてはどうでしょうか。